ただまあ富士、こういった雨の富士というのは彼もそんなに経験ないですからね、はい、どうですか、その辺がちょっと心配ですね。レース前の各選手、あれ前日聞いた話ですが、相当このジェフリース選手はマークをしているようでしたね、はい、練習中のタイムはリース選手が一番良かったですね。車とそのタイヤのマッチングがだんだん煮詰まってきたということでしょうかね、ええ、日本勢にとってはやはりかなり脅威になるんじゃないかと思いますよ。依然として先頭は高橋と、そしてそれを追走するジェフ・リースでありますが、この雨の中ですから各ドライバーとも相当神経を使うでしょうね。そうですね、前がやはり見えないですからね、水の立つ気分の、はい、これを目当てに走るわけですね。全日本 F2 選手権第2戦、宇宙の激走シーンが展開されておりますが、本当に目を離せない凄まじいレース展開になっております。自他ともに認めるカーマニア、彼の確かな目はカー用品を選ぶ時にも生かされている。僕の車のドレスアップはいつもオートバックスです。車は僕自身。 A beautiful car life for you, オートバックス。
アドバン。また走るか。車が欲しい君、東亜モータースに向かって走れ。お買い得な車が大集合。車を売りたい君、会社からバイクまで高く買います。全国どこでも電話一本ですぐ駆けつけます。電話は今すぐ303-9930。東亜モータース。グランプリレースの記録を次々と塗り替える天才ライダー、フレディ・スペンサー。そんな彼を包むヘルメットもあなたの洗いと同じ規格で作られているのです。スーパーヒーローの息遣いが聞こえる。アライヘルメット、レーシングスペシャルブーツ。レースは7周目に入りまして、依然として先頭を行きますのはモータースポーツ界の若干22歳の大物ルーキー、高橋徹であります。水しぶきを上げて快走を続けます。そしてそれをなんとか追撃しようという37番のジェフ・リース、それから3番手に上がっておりますのが24番の高橋健二。依然としてペースは衰えません。高橋徹、そしてなんとか追撃しようという37番のジェフ・リース、3番手に上がってまいりました。24番の高橋健二、そしてアドバンチームのもう一人、25番高橋邦一であります。それからその後ろについておりますのが藤田直弘、佐川急便スピードスターマーチ、16番の萩原明、オートバックス透明マーチ、そして23番水無建設マーチの和田隆夫。相変わらずペースは変わっておりませんか。そうですね、ただ後ろがだいぶ詰まってきたみたいな感じですね。はい、37番、ちょっと振られましたが、37番のジェフ・リースがだいぶ差を詰めてきたようであります。3番手がアドバンティア東名エフの高橋健二選手、そして国光選手と続いておりますが、このアドバン勢の活躍はどうですか。そうですね、2人ともベタなんですけど、これからじゃないですか。そしてスタートは良かったんですが、現在5番手の藤田選手、それから萩原選手ですが、この萩原選手は富士を得意としている選手でしょ。はい、富士が地元ですので、かなり走り込んでますし、そしてこの和田選手も地元の選手であります。それから周回遅れの内田選手が来ました。その後ろに清水選手、それから9番手にデジ・エルム選手ですが、ずいぶん遅れてますね。そうですね、どっかでやっぱりトラブルっていうか、そういったことがあるんじゃないですかね。それとやっぱり雨っていうのは、ヨーロッパの選手はあまりこういった状態で走ってないですからね。はい、